はい、どうも皆さんこんにちは。久しぶりのピロートークになります。で、今回のトピックはツイッターで募集してきた内容、そのアイデアをもらったものなんですけど、失恋を乗り越えるためにはとか、こんな人がいたら関わるのやめるとか、人生で必要な人、不必要な人の見分け方、ネガティブになった時の対処法っていうことなので、今回はそのトピックでいきたいと思います。で、失恋を乗り越えるためにはね、うち何回も失恋してるけど、何回もって言うとなんかすごい戦場駆け巡ってきた感じあるんだけど、大体は時間です。もうみんな言ってると思うけど、時間、時が経てば忘れる、忘れるっていうか、そのなんか、ああこんなこともあったねみたいな。別れて1週間とか1ヶ月とかはまだまだ全然ね、心が痛い時期なので、そっからまた3ヶ月4ヶ月経っていくと、もうなんかあらーみたいな、そういえばそうやったなみたいな感じに女子はなります。なってきた私も。時間をその早く過ごすためにはやっぱり忙しくすることですよ。友達ともう毎日遊ぶとか、どっか出かける、友達ってやってると、もう1週間なんてすごい早く過ぎるのね。本当にもう秒で過ぎてしまうのね。本を読むとかもやることやる、仕事もするとか、もうだから暇な時間を作らないでいると、まあ、時間が経つのが早いから、気づいたら1ヶ月経ったりするので、1ヶ月経ってしまえばもうそこからもうすごい早く時が過ぎていくので、だいたいその時が経てばもう失恋は忘れて癒えていきます。なのでぜひ失恋した方はもう忙しくして考えないようにしましょう。考えちゃうけど、もうそれしか言えないですね私は。逆に他になんかやってることがあれば私もちょっと参考にしたいので、下の方にコメントください、教えてください。で、こんな人いたら関わるのやめるとか、人生で必要な人、不必要な人の見分け方。私は結構人の噂話とかを、なかなかその同じコミュニティにいる人の悪口とか、そういうゴシップっていうのにあんまり聞きたくないっていうのは、聞いてもいいんだけど関係ないっていうか役に立たないと思ってるので、そんなにね聞きたくないんですよ私。誰々と何々が何々したとか、個人間でやってくれればいいんですけど、例えば私が親友とかその友達に自分から言うのはいいんですけど、その他の第三者たちがこうごな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 話し合ってるのはあんま好きじゃないので、まあ、そういうゴシップ好きな人とかはちょっと距離を置きますね。関係なく首突っ込んでくる人とかは正直に手を引きます。まあ、人生で必要ないかなっていう感じがします。関わるのやめますね。あとなんか自分にとっても、ね、付き合ってても意味がない人、いいことが何もない人、話聞いてくれるとか、そういうのでも何でもなくて、もはや何のためにお前はいるのかなっていうぐらいのくだらない人とかはあんま関わんないですね。20代だからそういう人結構いるんですけど、不必要な人と必要な人の見分け方っていうのはこれ何なんでしょうね。私は自分の勘とかですけど、とか付き合ってきて自分で見極めるぐらいしかないんですけど、もうそれ自分の目に頼ってる感じになるんですけど、接してたらそのあこいつちょっとやばいなとか感じると思うので、それぐらいですから、その感情に沿って選んでます。何かしらやらかしてネガティブになった時の対処法、ネガティブになった時私はどうするんだろう。まあ、大体友達と遊ぶ、もうめちゃくちゃ忙しくする、ご飯、美味しいご飯を一緒に食べる、友達とね、彼氏が一緒に行ってくれればもう、彼氏がいる時点でそんなネガティブになることはないんですけど、まあそんな、まあ、彼氏のせいでネガティブになったりすることもあるので、彼氏が理由でなければやつと過ごすとか、まあ、ずっと過ごしてれば癒されるし、仕事する、読書する、もうとりあえず暇を作らないですね、ネガティブな時は。あと踊る、誰も見られないところでこんうんっていう、こんなヘドバンとかしてロックンロールとかやって、そのなんだろう、まあ、ヒップホップとか踊ってると、まあ、誰も見ないからもうなんか熱唱とかしてると、まあ、ストレス発散になります。そうね、すっごい可愛いメイクしてどっかで行くとか、まあ、何でもいいし、1個でもいいからなんか高いものを自分に買ってあげるとか、例えば自分にブランド品とかを買うとなんかこれでちょっと1個装備できたなっていう感じが浮かぶので、なんか強くなった気がするから、なんかたまに本当にネガティブになった時は私は自分に投資とか、なんかピアス買ってあげるとかいうのをしてます。まあそんなめったないですけど、イラついた時は、まあ、あとは兄弟です。弟とかに話聞いてもらうとか、まあ、家族と触れ合う、まあ、犬とかと触れ合うとか、まあね、誰かしらあんまり一人でいないで考えすぎるから、一人だと友達とかの意見聞いたりとか、人に接してますね私は、ネガティブになった時は。あとダンス、はい、
以上ですね。ちょっとお金は必要になっちゃうんですけど、まあ、お金必要であれば仕事をする、貯金してた方がいいですね。緊急貯金みたいにしてたらいいと思います。いいのかなこんな緩くて。やってほしいトピックとかあればピロートークで話すので、ぜひぜひ下の方にコメントしてみてください。私最近寝てないんで待ってます。そして暇なんで待ってます。よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイ。